はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。かえでさんちへようこそ。今日はね、ちょっとね、くだらないなと思うやつをお話ししようかなと思っております。まあ YouTube とかもそうかな。置き換えコーヒー、ダイエットコーヒーみたいなのが、まあ、広告でね、ちょこちょこ出ていったりとかしてたんですけど、まあそのこともね、まあ、動画にしたのかな、前に動画にして、まあアップしてるかもしれないんですけど、それ見ててさ、すっごく思ったのが、何その出てる人、モデルの誰々さんが愛用しているこのコーヒーとかさ、テラハで出ていた丸々さんがとかっていうのがあるんだけど、なんで下着姿なんだろうってね、思っちゃったんだよね。下着姿にコーヒー飲んで、でしかもなんだろう、ブランケットみたいなさ、やつを羽織っててさ、だったら下着姿になるんじゃねえよって思って、どうしたいんだろうって思っちゃうんだったんだよね。そのね、このコーヒーのおかげでこんなに痩せましたっていうような感じで見せたかったんだろうけど、まあなんかやらしさが出てくると思うので、ブランケットっていうかな、毛布をこう肩にかけてますみたいな、なんかよくわかんないよって思っちゃった、まああくまでもこれはね、私の意見なんですけど、どう思います、皆さん。まあこれに限らずなんだけど、他のね、その、まあ、ダイエットコーヒーだったりだとか、置き換えダイエットクッキーみたいなやつとかもそうだし、あと青汁とかさ、まあ青汁はないか、そのダイエットシェイクみたいなやつでも、たまにね、そういう CM というか広告とかでも、なんでだろうって、下着姿か水着姿かかなんかだよ、なんだよね、あれがね、ちょっとね、不思議だなって。まあ私だけかもしれないですけど、ちょっとね、気になったなって思いました。やっぱ制作側の方でちょっとこうやったらね、こんなに痩せるんだとか、こういう可愛い下着をね、つけられるんだと思って、じゃあ頑張ろうってなるのか分からんけど、まあね、そこまで考えてね、見てるわけではないと思うので、その広告をね、見てる人って、商品を見てるっていうのもあるんだろうけど、見てるところそこっていうふうになんか言われそう、ちょっとね、気になったんですよね。でもね、ダイエットコーヒー、このダイエットコーヒーね、なんかアメブロで、まあ、わざわざ買った人がいるんだけど、まあ美味しいみたいですね。ただそのお湯かな、水かなんかで割った時に、なんかね、やっぱ砂じゃない、炭も少し入っている、炭成分入っているやつなんですって、それ自体がね、炭成分が入っているコーヒーなんで、
とねドロッとしたような感じがあるんですって。その普通のインスタントコーヒーよりもサラサラっとしたやつじゃないみたい。うん、まあもちろんね、その炭成分っていうのは食用っていうか食べられる炭成分が入ってるやつみたいなんだけど、まあどうなんだろう、その後のやつは見てないのでどんだけ痩せたのかとかっていうのがわからない。意外にねそういうのって高かったりとかするからさまあねって。でそもそもその私自身がコーヒーをまあ毎日飲むかっていうと飲まないし、普段のコーヒーの代わりに飲んでくださいね的なことを言ってたんで、なんだかなと思って、まあもちろんお茶代わりという感じなんで、まあお茶の代わりにこれを飲んでくださいねっていう意味なんだろうけど、なんかその他のサプリでもねやっぱね似たような効果なんですよね。他の腸の中にある善玉菌じゃねえや悪玉菌をこう食って外に出す、で腸の中にある余計なものをもう出す。そうするとまあね、1週間とか2週間ぐらいで5キロ減りますよみたいな感じの、まあ、意図らしいんだけど、まあどうなんだろうねやったことないんで実際ね、そのお腹は痛くならない程度にゆるくこう出るものなのか、それともね本当に別剤じゃないけどそういう感じで痛みを伴って追い出すものなのか何なのかっていうのはまあね使ったことがないんでよくわかんないんだけど、皆さんどうでしょうか。なんかそういうのって使ったことありますか。もしねよろしければねご意見いただけたらと思います。それでは皆さんさようなら。